ムハンマド・アーディル・シャーは、北、インド、スール町の、第四代君主。スール町の創始者、シェール・シャーの弟、ニザー・ムハーンの息子として生まれた。1554年11月、イスラーム・シャーが死亡して、フィールーズ・シャーが王位を継承した。だが即位からわずか1ヶ月足らずで、いとこのムハンマド・アーディル・シャーが背いて暗殺し、王位を得た。だが、これによって、スーでは、 内乱が発生し、混乱に陥った。そのため、アーディル・シャーは、先代から頭角を表していたヘイムーを最小と、軍総司令官に任命した。ヘイムーはそれまで戦った22回の戦いで一度も、敗戦しなかった。1555年、アーディル・シャーの姉妹の夫であるイブラーヒーム・シャーが反乱を起こし、アーディル・シャーの軍を破り、デリーを占拠した。だが、 イブラーヒームシャーもまた、シカンダルシャーによって、デリーを追われた。一方、アーディルシャーは東部へと追われ、その地を領土としていたが、デリーを追われてきたイブラーヒームシャーが侵入してきた。だが、イブラーヒームシャーは、平ムーによって、カール・ピート、カーン・ワーでィ度にわたって破られ、バヤーナーの白へと逃げ込んだ。その間、ベンガルを統治していたムハンマド・ハーン・スーリーが、 カールピーに接近してきたため、バイアーナを包囲していた平ムーを呼び戻した。アーディルシャーは、ムハンマド・ハーンを、カールピーの近郊、ジャッパル・ガッタで任し、殺害した。アーディルシャーは、チュナールを首都に、チュナールから、ベンガル国境に至るまでを支配した。その後、1556年にアーディルシャーは、平ムーに命じ、ムガル帝国を、北、インドから駆逐する遠征に向かわせた。 同年10月、ヘームーは激しい戦闘の末、デリーを占領した。だが、11月に、ヘームーはパーニーパットで帝国軍を迎え撃った際、圧倒的に優勢であったにもかかわらず、敗れて殺害された。1557年、アーディルシャーは、ムハンマド・ハーンの息子、ヒズル・ハーン・スーリートの戦いに敗れ、戦死した。ありがとうございます。